1960年代、日本にもモータリゼーションの波が押し寄せ、小型車の需要が発生する。そのような中、1963年、いすゞからベレットが登場した。ベレットの中でもマニアの血をたぎらせたのは、端正なツードアクーペに仕立てられた GT、いわゆるベレジーだった。そのベレジーに117用の 1.6 リットル DOHC エンジンを搭載したホットバージョンが1969年に誕生した 1600GTR である。その後 R のつく車はたくさん出たが、戦いの血を引く本物の R 第1号といえばこの車に違いない。当時レースで活躍していたいすゞがトヨタや日産勢を倒すべく開発したワークスマシーン、ベレット GTX が始まりなだけに、 1600GTR はエンジンだけでなくサスペンションにも気合が入っていた。限界で特性が激変し、急激にリアが流れるのを防ぐため腰を落として後輪をハの字、つまりネガキャンにしたスタンスはそれだけで戦闘的であった。ダイレクト感あふれるステアリング、固くカチッと決まる4速フロアシフト、がっちり踏み応えに富むブレーキなどを駆使した稲妻のようなコーナリングはライバル勢を恐怖のどん底に陥れた。ただしこの運動特性をフルに引き出すにはテクニックが要求された。研ぎ澄まされた反射神経とバランス感覚の持ち主だけが操ることを許される乗り手を選ぶ本格 GT だったといえる。1970年、排ガス規制によりいすゞは 1600GT の発売を中止、代わりに排気量を 1.8 リットルとした 1800GT をデビューさせた。こちらは115馬力と最高出力こそ 1600GTR には劣ったが、熱くなったトルクのおかげで侮れない実力を発揮した。